皆さんこんにちは、かなみんです。はい、ということで本日は私かなみんがファミリーマートでよく買う商品をご紹介したいと思います。早速ファミリーマートで好きなものを買ってきたので紹介していきます。それではどうぞ。じゃあまずはどれにしようかな。ではこれからいきます。じゃじゃん、一口カリカリ梅の無着色のものを私はよく買うんですけど、赤い着色がついてるやつもあるんですけど、私個人的にはこっちの方が好みで買っています。もうこれはね、レッスンの時とかも必需品でしょっちゅうカバンに入れて持ち歩いてて、ちょっと小腹空いたなって思ったらこれを食べて、なんかカロリーない感じするじゃないですか、カリカリ梅って。なんか私の中では0キロカロリーっていうイメージがあるので、これなら食べていいでしょうと思って、ちょっとね夜遅い時とかもよくこれを食べてお腹を満たしています。あ、でも夜遅いって言っても8時9時ぐらいですかね。小腹空いた時はこのカリカリ梅にいつも頼っています。続いて私が好きなこちらです、ささみ。このささみのこのブラックペッパー味がファミリーマートの中では私は大好きで買っています。で、いろんなコンビニでいろんな味があると思うんですけど、ファミマンに来たらこれかなという感じです。これちょっとブラックペッパーだからちょっと辛いんですけど、でも美味しくて癖になって、しかもほんとお腹いっぱいになるからこれだけでも。だからこれは私はよくレッスンとレッスンの合間のお昼休憩の時とか、レッスンが始まる前に食べたりとかしてお腹を満たしています。これもね、タンパク質ということで体にいいから、あんまり余分な脂肪糖分とかさ、そういうものはないのかなって思ってヘルシーかなと思ってこれを選んで食べています。続いてこちらです、きゅうりの一本漬け、これもね美味しいんですよ。多分もう皆さんもあ、これ美味しいでしょって思うと思うんですけど、本当に美味しくて、きゅうりの浅漬けになってるんですけど、このきゅうりの歯ごたえもいいですし、これもね絶対ヘルシーじゃないですか。もう基本コンビニ行ったらヘルシーな食べ物を買うことが多いかなと思います。私はこれ大好き。これもね小腹空いた時にちょうどいいんですよ、大きさとかも。なのでこれを食べています。そして続いてはこちらです、じゃじゃーん、シャカフリサラダ。シャカフリサラダ振って美味しいということで、ここにねドレッシングがついてるんですよ、中に。だからこれをかけて振ったらもう完成、食べれちゃうっていう、ちゃんと下までタレが染み込んで最後まで美味しいという、ちゃんとしかもこうやって振るからまんべんなくタレがかかって便利です。これとても好きでよく食べています。もう全部ヘルシー系なんですけど、私飲み物はね甘いのを買ったりするんですよ。飲み物こちらです、私が大好きなのは、じゃじゃーん、こちら、このいちごとオレンジ、果肉を楽しむいちごミルクと果肉も入っているオレンジジュースを、もうねどっちも美味しいんですよ。どっちも果肉入ってるの、香料とか砂糖とか不使用ということで、すごいもう多分本来の味を楽しめるものになってます。美味しいんです、これ大好き。これもうね最高に美味しいので皆さんおすすめです、うん、でもちょっと贅沢品なので、今日は頑張ろうとか今日は頑張ったなって思う時だけ買うようにしています。ということで、これこのシャカフリサラダを食べたいと思います。せっかくなのでこれちょっと振ってさ、食べてるとこ見てほしいなと思うので、これ食べていきます。ではタレを入れたのでシャカシャカしていきます。シャカシャカ、うん、便利、これ考えた人すごい。あ、いい感じに混ざりました。
もうこれで食べれます。じゃん。いただきます。うん。そう、これ和風ドレッシングになってます。美味しい。しかもシャキシャキ。とても美味しいです。和風ドレッシングだからすごいさっぱりして食べれるのでとてもおすすめです。はい、ということでファミリーマートの私が好きな商品をご紹介してみました。ファミリーマートにね行く機会があったらぜひ食べてみてください。皆さんのおすすめのファミリーマートの商品などもねあったらぜひコメント欄で教えてください。もうねファミリーマートとかコンビニあるいろんなところにあるので多分皆さんも食べやすいんじゃないかなと思うのでぜひぜひ試してみていただけたら嬉しいなと思います。また今度は違うコンビニとかの商品も好きなもの紹介できたらいいなと思っています。その時もぜひ見てください。あとのねこの商品は後で少しずついただきたいと思います。ということで皆さん今週も見てくださりありがとうございました。ではまたねー。バイバイ。